YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回はスマートフォン YouTube アプリ動画の URL をコピーするについてお話をしたいと思います。まあ通常動画をね、SNS で共有するときには Google プラス、Facebook、Twitter、LINE のね、ボタンをタップして、まあ簡単に共有することができます。ただ中にはね、メールを使って、友人に、動画の URL を教えたいということもあるかと思います。今回はその動画の URL をコピーする方法についてお話をしていきます。はい、今これアカウントのページを開いています。このアップロード動画をタップします。例えば、最近の動画、この一番上の動画タップします。はい。この動画のね、URL をコピーするにはどうするかと言いますと、右上、右から2番目の矢印マーク、ここをタップします。そうしますと、この動画を共有と書いています。その右側に URL をコピーとあります。そこをタップします。はい。これで、URL のコピーが完了しました。はい。試しに、Gmail を開いてみたいと思います。はい。Gmail です。本文を入力してください。ところ、これ長押しをします。そして、貼り付け出ますんで、ここタップします。はい。そうしますと、先ほどの、動画の URL が、ここに貼り付けられました。これで、あとね、送信を押せば、OK です。はい、意外と簡単に動画の URL をコピーすることができます。ぜひね、試してみてください。それではこの辺で失礼します。